お芝居的なことはないんですけど、はい、バラエティで一緒にあの司会させていただいて、歌番組だったかね、はい、ね、はい、やらせていただいたことはありますので、はい、あのそうですね、でも演技を二人でやるっていうのはぶっちゃけ本当初めて、そうですね、割とさっとこうどういうのか、ね、心がっていうか通じたみたいなところらへんはありましたか。私はそう思いました。やっぱりすごい大御所のコメディークイーンじゃないですか。そんなことないですよ。そんなこと言ったらもう穴が張ったらもう穴掘って入りますもん。もう全然壁を感じへんし、めっちゃ愛がある、とにかくその愛が大きな人なので、もう私は大好きですし、この人と一緒にガッツリお芝居ができるって思った、朝話を聞いた時はもうめっちゃ嬉しかったです。はい、裏表のない男前なんで、すごく私はもう、ね、細かいことによう気付くんですよ。今日でもね、まあ、毎回こういうちょっと取材させていただく時も、姉さん私こういう衣装着ますけども大丈夫ですかって毎回ちゃんとね喋で送ってくるんですよ。そんな人いてます？もう当日何色着ます、何色着ますぐらいのね、そういうのにもう必ずお好きなものをお気になってもいいんですけど、私今日なんですよって、なんかこの平等性というか、なんかすごくなんていうの、抜きんでようとしないというか、うまく言えないですけど、その本当に気遣いのある優しい人なので、まあ、この間朝早くからうちの親戚のおばちゃんが電話入ったんで、何事かと思って電話かけ直して、おばちゃんなんかあったんだって言ったら、いやあんたあんな綺麗な人のお芝居できるってよかったな、それだけや、言って、何やそれ言って、いやもうあのね、一言で言うとね、花がある、もうそれはもうめっと読まれたもんですからね、作っても出ないです。存在そのものに花があるっていうのは、これはもう本当に女優さんとしてなくてはならない存在だと思ってますので、その花に負けんように咲きたいと思っております。もうでも、姉さんは誰もが好きな、で愛のある笑いを持っている人なので、もう大好きやし、それお肌ツルツルやし、瞳キラキラやし、めっちゃ美人じゃないですか。そういうとこも大好きなんです、私。はい、そんなことないってね、英語に育ったでしょ。こういうやつなんですよ、めっちゃいいやつなんですよ。ありがたいですね、本当に。